そのために僕らはこれからどんな苦難が待ち受けようと、誰に何と言われようと、自分たちの好きを、自分たちを信じて住み続けることを誓います。たとえ何年かかろうと、絶対に埼玉スーパーアリーナにメメントリを実現させます。これからも応援よろしくお願いします。日曜日 2days です。今回はなるほど15時から17時、場所はですね、みんな大好き所沢さくらタウンジャパンパビリオンホール A です。みんな大好き。もうそろそろメメリスは何も見ずに行けるのではないかと。さすがにこれじゃない。駅もねえ、わかる。前はね、解散だったらメメントリ解散ライブと、これゲーム実況アリーナがもう一度、はい、ファーストライブぶりにできるということで、今回も内容は、まあ、主にゲーム実況をね、みんなの前でさせていただく。そして歌っちゃったりして、今回は春歌、僕らメインで出て、ソロモンジオルというサブメンバーも入りましたんで、彼らもちょっと出るかもね。ライブということで、もう皆さんと顔出しでやらせていただきたいなと思っております。ということで皆さんぜひぜひ来てね。チケット情報はこちら。今後いろいろと変更あるかもしれないんで、まあ、Twitter とかコミュニティチェックしていただきたいんですけども。だあれ、なんかこの画像に書いてあるメンバーシップ選考って何なんだ。そう、聞いちゃう。気になるでしょ。これは今回はシーティングでやろうと思うので、現時点もめちゃくちゃ申し込み来るとかになったらスタンディングするかもしれないけど、まあシーティングでやろうと思っていて、でまあセカンドより小さいんですね、そのキャバが。いつもメメントリをずっと2人になっても応援してたのに、ホットデの子や自分までチケット取られちゃうかもっていうメメリスのファンがいらっしゃるかもしれない、はい、ということでね、安心してください。さらに重大発表、メメントリメンバーシップ解説。メンバーシップ解説してですね、そのメンバーシップ選考でチケット選考がありますと、はいはいはい、ということで、もう先にメンバーシップの人向けにね、チケットとかですね、目線香がつけれそうなので、僕は私は絶対にメメントリを見たいんじゃいって人はね、僕メンバーシップ入っていただければ、はいはいはい、確実に。もしメンバーシップがバグで5万人とか入ったら分かんないけど、バグすぎる、まあ、そしたらたまにいけるからね。そうだ、メンバーシップに入ると何ができるかというとですね、はい、メンシップ限定で動画配信コミュニティ、この3つを行っちゃいます。チケット選考だけで終わるわけがないと。何やるかというとですね、 NG 集とか。ああ、ファンが喜ぶ系ね。この撮影の裏がこんなだったんやみたいな、そういうね投稿したりとか、うん、まあ、あとは公開の方のチャンネルで配信とか終わったり、はいはいはい、メンバーシップ限定でアフタートーク配信したり。あ、メンバーシップの人だけちょっと二次会みたいな、ね、そうそうそうしっぽりと、しっぽりみたいな。皆さん、わりメメントリのハルディです。ウタです。ソロモンです。ということで、食材だけ見て何か考えて作れ。あとは週1ぐらいでゲームとかのね配信をやったりとか、はい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 、あとはまあコミュニティという名の実写画像とかさ、あ、文章をさ、はいはい、投稿したりして、ショットとかね、まあ、あとは歌によるはブログ投稿。いや、そんな気合い、気合いだ、気合いだ、気合いだ、いい、いい、ない急に。俺はなんか最近あったこととか、お悩み相談とか、うん、好き勝手書いて、やばいこととか。え、急にお前なんか書いちゃうわけよ。主役張ってきたやん、メンバーシップで。うん。まあ。うん。ということで二つ目、メンバー用バッジとカスタム絵文字を。ああ、まあメンバーシップといえばみたいなね。どんなカス
か本当になんか配信とかで失敗したときこれ打たれたら切れちゃいそう。切れちゃう。ね、なんかこういう絵文字とかも、ね、配信とか使ってね盛り上げられると思うんでね。うん、じゃんじゃん使ってね。はい、盛り上げてってください。はい、ということで三つ目。はい。スマホ壁紙配布。おどりゃー。どんなもんかというと、月ごとにイベントに限定カレンダー毎日こうスマホの画面見るだけで日時を確認できる。そうそうそう。素晴らしい。素晴らしい。毎日俺らと目が合っちゃう。ええやん。最後に、まあ、みんな気になってると思う料金について。おお、確かに。でもお高いんじゃないの。いやいや、それがこちら、え、最初の30分限定、え、49,800円。おお、安い。延長するわ。500円です。普通超安いってわけではないよね。まあ普通です。中学生とかまだこう未成年のクレジットカードが持ってない子は、まあ、親御さんと相談したりとか、そうやんね、して、うん、入ってもらえたらね。むしろ親に隠れてするんじゃなくて、うん、メメントリっていうめっちゃいいやつらがいてつって、ちょ、親を供していただいてね。はいはいはい、親御さんとかで一緒に来てもらえるのも、2人生まれるんで、もパケット。確かに。ぜひぜひちょっと家族、それ嬉しい、みんなでちょっと応援していただければ。うん、それに加えてね、今後ね、さらに今発表した以外にもどんどんね、特典が追加されるかもしれないのでね。ただ今現時点やもんな。まあ現時点です。うん。お楽しみに。お楽しみに。楽しみに。ゆくゆくはね、メンバーシップ限定イベントとか。あ、なるほど。確かに。いいんじゃないかなとか妄想してるけど、こういう有料に関して確定してないことを確定してるかのように言うと怒られそうだから、僕の妄想です。うん。ということでじゃあ、おさらいしていきましょう。よいしょ、ライブやります。メントリサードライブゲーム実況アリーナ腐れ縁ということで、台でやらせていただきます。11月25土曜日、そして26日曜日の 2days、15時から所沢桜のジャパンパビリオンホール A、 チケット情報はこんな感じ。そして9月1日からですが、これ行った？9月1日から行ってないっぴー。メンバーシップ9月1日からです。今もう始まっとるよね。うん、今すぐチャンネル登録の横にあるメンバーになるをクリック。こっち。内容として、まず1つ目、限定動画や配信、コミュニティの投稿があります。あります。2つ目、メンバー用バッジとカスタム絵文字があります。そして3つ目、限定スマホ壁紙やらないやらいろいろ配布します。配布じゃーす。そして今後どんどん特典が追加されるかもしれないので、お楽しみに。お楽しみに。そして料金は月500円なので、ね、はい、お財布やら親御さんやらと相談しつつ加入してくれると嬉しいです。買ってよかったなって思えるようなコンテンツをたくさん一生懸命作れるように頑張っていきますので、ぜひぜひ名刺の方を試しにね覗いていってくれればなと思います。よろしくお願いします。はい、ライブとかね、メンバーシップの情報とかもね、今後もまあ何かしらちょっとした変更とかが加わる可能性があるので、 Twitter とかね、コミュニティとかね、 SNS をチェックしてください。はい、以上重大告知でした。でした。ありがとうございました。動画見てくれてありがたまわり。11月25、26日メントリサードライブゲーム実況アリーナ腐れ縁開催決定。10月1日からメンバーシップ選考開始。メントリメンバーシップはチケット選考の他にも限定動画など様々な特典があるので、入会いただけると嬉しいです。それじゃあ最後にせーの、いくぞたまわり。メントリー。